はい、一日病院見学お疲れ様でした。どうでしたか？面白かったですか？ここからは長崎大学病院の研修プログラムについて説明していきたいと思います。医療教育開発センターの教員をしております松坂といいます。よろしくお願いします。長崎大学病院の研修プログラムの売りはたくさんあるんですけれども、今日は3つお話ししたいと思います。まず1つは、たすきがけ協力病院の充実です。長崎県内にも、15個以上の、たすきがけ研修病院、県外にも、同じぐらいあって、全部で30個近くの、たすきがけ病院があります。でこれはたすきがけガイドブックといってホームページで見ることができますので、ぜひご覧ください。それぞれ の病院の特徴であったり強みというものが、載っています。で、長崎大学病院の研修医の先生方というのは、長崎大学以外の大学を出ている、方が半分を占めます。なので、長崎大学病院以外のたすきがけ病院についてよく知らないという方が多いんですね。そういった方々のことを考慮しまして、当院のプログラムではたすきがけ先病院は1年目の7月から8月にかけて決めるというスタイルをとっています。これはたすきがけをメインにした大学病院では結構珍しいプログラムのやり方かなというふうには思っています。でこのたすきがけ病院、県内の病院に関しては、事務担当の方だったり指導医の先生がわざわざ長崎大学まで来ていただいて、向こうでのプログラムの説明会もしてくださっています。でそれぞれの研修医との面談もしてくださっていて、それでいてマッチングと同じようなシステムを使って、2年目の研修先を決めていくんですけれども、まあ、そのやり方がうまくいっているのか、9割以上の、先生方が第一希望のたすきがけ病院先に、決まることができている状況です。なので研修の満足度が2年間を通して高くなるということになりますね。そして、特に長崎県内の、市中病院に関しては、新鳴滝塾という長崎県の組織で全部つながっています。県内16個の、研修機関病院があるんですけれども、1年目の一番最初に、県全体でオリエンテーションを行ってて、これはその時の写真です。全ての研修医が同じスクラブを配布してもらいます。なので、どこに行ってもたすきがけで行っても、向こうの病院 の機関型の研修医の先生たちともともと知り合いだったりすることができるので、研修も、スムーズに流れていくというそういう、スタイルが取られています。でこちらもホームページで、見ることができますので、ぜひ参考にされてください。長崎大学病院のプログラムの売り2つ目は、指導医の充実です。長崎大学病院では年に2回自分たち独自で指導医講習会を主催していまして、毎回40名前後の指導医の先生方が誕生しています。そのほとんどが長崎大学で働いていますし、残り半分ぐらいが県内の研修病院で指導医として活躍してくださっています。指導医の数がもともと多いことに加えて、それからメンターという制度というものを採用しています。でこれは、指導とするものとされるものという関係ではなくて、気軽なご相談ができるようなお兄さんと弟みたいな、そういった関係性の、評価とは関係ない上下関係を指します。で写真にありますように、研修医の先生に対して大体、まあ、1人がメンターとしてつくんですけれども、研修医の先生方の数の 1.5 から2倍ぐらいのメンターの先生が毎年希望してくださっています。それぐらい、研修医の先生と関わることを楽しみにしている指導医が、院内にたくさんいるというのが長崎大学病院の特徴ですね。研修医の先生方は1ヶ月ごとにローテート先が変わるので、その都度指導医が変わります。慣れるのに大変です。メンターになる先生方は、1年間を通して、皆さんの、お世話役として関わってくれます。それは非常に、メンタルの安定にとってもいいことだと思いますし、研修の進め方としてもすごくスムーズに、いくようになっていると思いますし、これも全国で非常に評判の高い、制度になっておりますので、ぜひ期待していてください。長崎大学病院の研修プログラムの売りの最後3つ目は、ポートフォリオです。2020年度から研修制度が変わりますけれども、今までの研修制度においてもいろいろ経験しなければならないということが多岐にわたって、実際研修をされる側としてはやりにくいというか、ややこしく感じる部分が、多かったかなというふうに思います。そのために、我々は、こういったポートフォリオっていう紙ベースのものを準備してやってきました。
ここには2年間の研修で経験しなければいけない項目というものが全部網羅されていて、研修をやりながら研修の先生たちがこれができた、これは経験した、これは達成したっていうものをチェックしていくような形式でどん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 溜まっていくものです。で、研修を通して自分が調べて印刷した論文だったりとか、そういった教科書のコピーだったりとか、それも穴を開けてここに挟んでいくことができるので、このポートフォリオを使えば自分の勉強の軌跡が全部集約される形になります。とても復習にも使いやすいですし、勉強のお供として役に立つことかなというふうに思いますね。実際研修終了のためにやらなければいけないことも結構多いので、それが漏れなく行えているかどうかというところを指導医である我々もきっちりチェックして、しっかり研修終了できるためのサポートとして、これは非常に役に立っています。症例レポートというのも書かなきゃいけないんですけれども、それは青ファイルという形でこちらに挟まれていくことになります。こちらも参考文献だったりとか論文だったりとか、そういったものを自分なりに印刷して挟んでいくことで、オリジナルの自分だけの参考書が出来上がるような形になります。で、これを、皆さんで、例えば見せ合いっこしながらだったりとか、そういう形で、研修の中での学習の効率がどんどん高まりますし、漏れのない研修になるようになっています。いろいろ、全部が達成できるかどうか結構心配に思う研修医の先生方も多いとは思うんですけれども、我々はこういった道具を使いながら、絶対に漏れがなく高い質を保って、良い研修を全員にしてもらえるように準備していますので、安心していてください。